さあ今日も始めますよ、のんのんのスピタル。お相手はのすざきまさよしと D のうちです。よろしくお願いします。今日は、はいはいはい、最近、驚いたことを何かありますかということを突然、いいですね、驚いたこと、ね、お聞きしたい。驚いたことですね。結構たくさん驚いたはずなんだよな、ね、今突然だからね、これね。いいよいいよ、今突然のゆっくりね、突然の驚きを。でもすごく驚きはあったと思うんですよね、うんうんうん。じゃあ俺から言っていい？あ、お願いします。その間に考えます。ね、この前そのこのファンをもらったわけよ、その扇風機。扇風機、はいはい。それの USB をそこ刺すやつを、 USB を刺して刺してこう充電みたいなの、なんか画期的なんだけどさ、はい、画期的だ。でこれね、すごいこの、うん、手にも持つし台座もついてて、これこれすごい、すごい成長してる。でこっからつけてたら、あれと思ったら、うん、あれなんか今日霧がかかってると思って、うん、USB のこの線とかがどんどん燃えて、怖い、こ、火事になった、火事になった、ダメな商品、超怖い。いや本当だ、だからもういた、いたからよかったものの、置いといたら火事になる。そう、そのままね、俺がもしいなかったら大火事になるところを、なんていうの、運良かったな。目の前にいたから、ね。そうそう。気づいたのが早く。なんかおかしい、煙。やっぱりさ、なんかさ、安い商品気をつけてほしいの。なんかあと、合わないんだろうね。海外とかのなんだろうね。危ない、危ない。あ、危ない。そうですか。あ、怖いね。なんか、そうそう、充電器は、まず今後、電気が流れてるから確かに、差しっぱで、危ない、やめとこう、目の前に置いとこう。いや、うわ、ほんとだ、焦げてる。なんかさ、その超能力アルファとしてはさ、はいはいはい、たまに煙る、煙ることが、ことがあるんでしょ、なんか霧みたいなことだから別に気づかなかった。あれ、また何かそういう、うん、あれかなことかと思ったら、本当の煙だった。もうさ、す、だから笑って言ってるけど本当に気をつけた方がいいよ、ね。いや、こ、怖いよね。だから電化製品っていうのは本当に、あの、僕が電気工事できるタイプとしては言いますけど、本当に危ないよね、あれ差しっぱって。ホコリとかも危ないんですよ。って言うじゃない。だからもうね、ブレーカーを。いやー、久しぶりに。よかったね。なんか最近でもそういう。だからついてるに変えると、またついてたな。そうだね。その、災難に聞こえるけど、ね、D のんちとしては目の前にいたからだよね。そうそう、残っ、でもさ、またこれで話せるしいいなとも思うじゃん、ね、そういうの、そんなことあると思って。ないよ、ここ何年間かでさ、 USB ケーブルが燃えるって、もうすごい怖いわ。もうないだろうみたいなね。怖い、現代であんのみたいな。気をつけよう。いや、今日気をつけた方がいいよ。で、大体人生終わるでしょ、みんな。こう。だって火事になってね。もう死んじゃう、死んじゃうもんね。そう。すごい得意な体験をしてんね。すごい。なんか驚いた。俺ね、驚いたことね。まあ、一番驚いたのは、やっぱりあの、この間やったさ、うん、あの無観客有料配信ライブを弾き語りでやることの緊張さ加減みたいなのは想像より上だったんでびっくりしたね。あ、いいですね。うん、だからすごいやられてる方多いじゃない。だからもう、だからもうほんとそ、でもさ、ほとんどの人さ、ただやってるだけ。人が多いよね、あの俺たちじゃない人を見るときはね。そのそうそうそう、大体の人はさ、そんな緊張してない。緊張してなくはないか、緊張はしてるけ ど別に、うん、だから緊張してる感じはないよね、うん、その お客さんがいて弾き語ってるのと、お客さんがいないで弾き語ってることを同一、うんうんうん、なんならもっと超えた方がいいわけじゃない、うんうん、人に見てもらってるわけだから、うんうん、それをすごい背負ったらめちゃくちゃ緊張しちゃって、うんうん、あと、まあ、フォーキーだからすげえ慣れてるはずだったのに、うんうんうん、びっくりした、ね、あ、なんかそのね、だってさ、うん、でも失敗したらちょっと嫌じゃん、残るしさ、こん、まあ、我々 の, のだこれどっちがいいんだよね、残る2週間分は残るようにやってるからさ、システムでやってるじゃないですか。そうそう、あれ本当にこう、うん、ね、だからさ、まあね、ちょっと悪い言い方だとさ、うん、もう完全に俺守ってる。うん、わかるわかる。言ってる意味わかる。わかる。あの、チャレンジをね、チャレンジを抑える。そうそうそう。
だって俺も今回やらせてもらってやった時にさ、あの2曲目っていうのがね、とても久しぶりに弾く曲で、リハーサルは指弾きでアルペジオしてたんだけど、うまく弾けないと思ってピック弾きに変えたの。そしたらリハーサルでやってない弾き方したから、保険を持ったのに逆に失敗して、そう、ね、変な音さ、難しいね。声のメロディーとかフェイクとかもさ、少しだけ保険を、持ちたくなる、配信ライブは。いや、もう、俺はもう、練習して、もうそれを、ね、検証して、そのままね、やる。だから、ライブってよくその瞬間がね、いいとか言うけど、後から見えると思うと、変わってきますよね、やり方はね。やっぱ、冒険しない。だから歌詞とかもさ、ものすごいこう、ね、気をつけるというかさ、そう。でもみんなさ、ちょっとさ、チャレンジするよね、でもね。やっぱ、だからさ、やっぱ生ライブみたいにしたいっていう、なんていうの、願いはあるじゃん、心の中にさ、なんか、なんか。俺周りのその、だからそれしちゃうと危ねえなっていうの。みんな偉いなと思う、なんとなくさ。なんとなく挑戦する。ミルコ以外はみんななんかちょっとずつ挑戦して。ミルコ君置いてた？ミルコ君置いてた？お気に入ってた？ミルコ君いつもお気に入ってた。ミルコ君、だから配信ライブに慣れてんのかな。まあいつもと変わらない。生でも置いてる。でもいつもと変わらないんだったら、正解ですね。こんなに難しいと思わなかったな。でもこれができるようにならないとなと思って、テレビ収録でもやっぱ責任感があるんじゃない。テレビ収録はできないってことだもんね、これに、このやり方になれない。ああそうだね。でも大体1曲とかだもんね、あれは。ああまあ1曲は1曲で辛いよね。そっか。あでも確かにそうだ、流れっていうのを見せれるから、まだライブの、そっか。いや、一長一短というかね。どっちもあるね。どっちもあるね。でもまあ、一時が万事なんで、まあ、もう、座った時点で答えは出てるっちゃ出てるかな。構えた時点で本当は出てるんだよね。もうそこで。もっと先回りすると、やるって決めた時点でもう出てんだろうね。それをやるって決めた時点でね。まあなんかさ、やっぱ俺なんかは240回を背負ってるから。そうだね。でやっぱりなんて言うんだろう、失敗したらやばいがある。もちろん分かるよ。だけど他の人たちはちょっと気楽に、なんか昭和もあるしみたいな。昭和番組熱番組、他でもできる、リカバーできるっていうのが、自分の評価を変えれる、そんなに思ってないとは思うよ。だから。ってないとは思うけど、やっぱちょっと出てる。でもやっぱ重さは違うと思う。だってこれがダメだったらもう。終わりっていう人と。そうそう。そこが、やっぱ欲しい。でもそれって何事もそうだよね。そうだね。その緊張感だよね。USB 燃えちゃうかもしれないけど、ぐらいの刺すっていう。いや、刺し、あ、その時ね、背負ってる人はね、確かにそうかもしれない。まあそんな感じで。そうですね。はい、驚きが一つ。あとこの間ね、はいはい、ライブありがとうございました。ありがとうございました。2週間見れますんで、はい、見てください。お願いします。